こんにちはアマゾンスサポータータ堀秀夫です今日はモチベーションについて。やる気がないとき、やる気出ないときどうしたらいいでしょうかという質問をただにたまにいただくんですけど、やる気が出ないときは、まあ、無理にやっても無駄。まあ、無理に働くより遊んでた方がいいです。無理に働いても楽しく、やる気がある人に勝てるわけがないと。これは商品探ししててね、えー やる気ないけど、まあしょうがない。興味,の興味も持てないもん、つまんないなと思いながら、科学者だけ見て探したと。まあ、大抵、ね、あの楽しく探してる人に負けて、なんで売れないのかなと。売れない商品ばっかりね、えー、買うことになったり、あるいはやっと売れてもね、その関連商品見つからなかったり、または売れても結局赤字だったということになります。やっぱね、えー、もうさ探したいぜと。 商品探したいぜと探して楽しいなと思える気分の時に商品探した方がいいんでまあねなかなかやる気が起きないとかかりがわかんないという時にはまあ、えー、相談してもらうか、まあ、少なくとも無理に、えー、商品探しするよりは遊んでた方がいいとじゃあそうは言ってももうかれこれ3ヶ月ねやる気出ませんと言った場合はねこれはもう 遊んでるわけにもいかないんでね、どうするか。これ、扱う商品か選んだ仕事か間違ってる可能性が高いと。まあ、商品か商売買いをした方がいい。でこれ、商売買いと言いつつね、えー、まあ、輸出、まあ、日本人なら輸出を覚えた方がいいんですけど、まあ、そうじゃなくてね、えー、やってる仕事、まあ、本業なんかの方でね、もうへ疲れ切っちゃってやる気が出ないという場合もあります。ね、やるもう、いやいや、 ね、一日何時間も本業でヘドヘドになってたらねこの副業では何だってや,やるエネルギーは残ってるわけがないとまあブラックで割りが合わない仕事だったらも、ま、う、あ、転職っていうのも一つの手かなという気がしますただしあなたが公務員か大企業のサラリーマンで平均以上の給料をもらっているならだらだらと仕事をしながらやっていて楽しい副業をした方がいいと まあ、こういっちゃハンカー持つ人も多いでしょうけども、まあ、公務員とか大企業のサラリーマンでやってもやらなくても、まあ、大して、まあ、あの業績も給料も変わらないわけですから、まあ、仕事でね本業で頑張って出世しようとか、ねえー、認められたいとか、まあ、そういうのをね、えー、きっぱり捨てて釣りバカ日誌の浜ちゃんみたいにね、えー、もう仕事は釣りをやるね、えー、食べるお金も 稼ぐために、いやいややってると。まあ、映画でね、えー、物語だから、まあ、それがね、ひょうたんからこまでいい、ね、ことになっちゃったりしてますけど、まあ、そこじゃなくてね、もう単純に会社や国に帰省するというような形でね、えーまあ、副業に力を入れるという形で、まあ、早まってやめない方がいいです。大きな会社の時はね。まあ、ただ、ね、平気、あの、ヘトヘトになっちゃうような仕事って、大抵そうじゃなくてね、 いやそんなそこまでしてそんだけしかもらえないんだったらむしろねもうやめてバイトの方がいいんじゃないですかというようなね仕事やってる場合もあるんでまそういう場合はねえまあどうなんだろうつまんなくていやいや言ってもへけ気あのヘトヘトになって帰ってくるという場合はねもうあの食害ってのも一つの手かなという気がしますやっぱちょっとねあっち行ったりこっち行ったりあの 今後なかっ,ったかもしれないんで整理しますと、まず、まあ、アマゾン一室。ね。アマゾン一室は副業といえどビジネスと。ビジネスというのは戦争です。やる気がないときは最低限のメッセージのチェックだけして、まあ、これメッセージをほったらかし、ほったらかしとくとまずいんでね、アマゾンとか購入者からの。まあ、それだけチェックして商品探しはやる気があるときにした方がいいと。ね。戦う気がないのに戦場フラフラしてたら死ぬだけなんで、まあ、あの、やる気がないときは、え、ー 商品探ししない方がいい。で、ずっと商品探しする気が起きないと、めんどくさいなってずっと思ってるんだったら、それ、ね、探そうとしてる商品を間違えてる可能性が高い。ね。えー、だからね、まあ、なんとかね、それやる気を持って、やる気なんてね、意識せずとも、えー、商品探しが習慣化できるような商品探しの仕方を、まあ、サポートするのはね、えー、個別サポートのメインなんで。 商品決まんないと、ね、探す気力が起きないという人はね、えー、もうサポート有効に使ってチャットワークやらスカイプやらで、えー、サポートしてなんとかね、えー、商品探しを習慣化できる。ね、やる気がないとか、うんどんとかめんどくさいとかいうのを考えずに、えー、商品をえー見つける作業が、まあ、習慣としてつくというようなね、えー、ジャンルを探します。えー、相談してください。で、一歩本業ね、 まあこれ、あの、楽しくやる気があるし、やる気が出る仕事に就ける人はめったにいないと。当たり前ですよね。どんな仕事かわかんなくて、まあ、高校なり大学なり、大学院なり出て就職しちゃうわけですから、まあ、OB 訪問だってね、まあ、そうは言ってもね、えー、全部教えてくれるわけでもなく、ね、えー、入ってみたらこんなはずじゃなかったという人がたくさんいると思います。まあ、ただね、ね、えー、通常、えー 大卒で1回目に入った仕事を、ね、その後転職すると条件悪くなることが多いんでね、転職したことない人は、まあ、えー、副業するエネルギーとか時間があるなら転職しない方がいいと。ね、しがみついた方がいいダラダラと、ね。やる気のあるふりして、ね、競争心を捨てれば、まあ、大企業とか公務員ほど楽な職場はないです。ね、まあ、ただそうじゃない職場の場合はね、 逆にブラック企業、ね、さっさとやめたほうがいいと、ね。どんな頑張ったって報われることはない。無理しなきゃ継続できない仕事なんてね、えー、そのうち、えー、なくなるに決まってるわけですから、まあ、逆に、えー、打ち込んで、ねえー、取り組む意味がないと。まあ、反感を持つ人もいいでしょうけど、無理しなきゃ存続しできないような仕事っていうのはね、えー、どうせどっかで息切れするか、つまずいただけで倒れてなくなります。まあ、そんな形で。 まあ、やる気の話からなんか転職の話になっちゃいましたけど、まあ、何しろ、やる気ってあの、無理やりね、えー、出せるもんじゃないんで、まあ、やってるうちにね、楽しくなって習慣化するという場合はありますけど、そのね、やってて全く楽しくなくて、全く習慣化できないということをね、えー、無理に何らかの方法でやり続けると反動きますんで、まあ、やる気が出ないときは無理にやっても無駄と。ずっとやる気が出ないなら、それあの、何か選択を間違えてるというのをね、えー、覚えておいてください。 その原因と結果、目的と手段、ね、それがなんかね、えー、取り違えちゃってる場合が多いんですけど、やる気って無理に出すもんじゃなくてね、えー、普通にやる気なくてもできるようなことを、えー、仕事にするなり、趣味にするなり、ねえー、すると、結果が出やすいというのがありますんで、まあ、そっちの方向でやる気を出すというよりもね、やる気が、えー、意識しないでもやってしまうというのをね、えー、探すのが一番だと。 いうのがやる気についてのまあ秘訣というかコツです以上アマゾン輸出サポーター堀秀夫でした